78.5 FM 北九。本日のインタビューは高橋拓也選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは前節福島戦でダゾンの週間ベストセーブに選ばれていらっしゃいましたけれども、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。いつもですね、見ている方とそのプレーしている方では、はい、そのベストプレーか否かのこう捉え方が違う場合があるということを、はいはい、おっしゃってますけれども、はい、今回に関してはいかがですか。今回のセーブは、いいポジションが取れて、こうスムーズな移動から、動いた逆側にこうセーブをしたんで、結構難しいセーブだったと思うんですけど、試合中はそこまでこう止めたって感じの手応えはなかったんですけど、後から映像で見るとよく止めれたなっていう、セーブだったんですね。もう本当ヒヤッとしましたこれはなんでもう見ている皆さんがあそこでもどよめくっていう、なんでじゃあ今回は見ている方も、はい、プレイしている方も割とこう一致したそうですねベストセーブだったのかなと、ありがとうございます。ついにこう後半戦始まってで、はい、中断期間も終わって非常にいい形で今試合も連勝を伸ばしているところですけれども、はい、やはりそのいい理由っていうのが、はい、あるとしたら何でしょう。まずは中断期間の5日間のオフでみんながこううまくリフレッシュして、もう一度トレーニングに再開できたことと、新加入の3人がこう今までチームにいなかったこうものを与えてくれているっていうのが一つ大きなことで、その3人入ったことによって練習のレベルも上がりましたし、こう競争意識も高まりましたし、よりこう練習がいい流れで進んでるんで、ゲームがいい結果が出てるっていうのは、その練習からの積み重ねのところで大きいのかなと思いますね。新加入の選手が来られたことで、はい、今までいた選手もこう新たな役割をこう課されているっていうことをおっしゃる選手もいらっしゃいますけれども、はいはい、それをこう後ろから見ていて、はい、どう感じますか。そしてまた高橋選手自身にもその影響はやはりありますか。そうですね、3人が入ったことプラス攻撃にバリエーションを増やそうっていうところで中断期間取り組んだところがあったんで、その3人が入ったことが関係はしてると思いますけど、新しい役割っていうのはこう全員が与えられていたり、チームとしてレベルアップするためにはそれは当然なことだとは思うんですけど、僕もこうパス回しに入る機会が増えて、運動量はゲーム中の運動量が多分1キロとか2キロとか増えてて、なんでこう試合終わった後の疲労感とか、じゃあどうやってその疲労を取っていくのかとか、90分の中で質を落とさないようにするとか、いろんなこう新しい取り組みがあったりするんですけど、やっててすごい楽しいですし、多分みんなも競争があって大変だと思うんですけど、すごく楽しみながらできている雰囲気はあるんで、すごくチームはいい方に向いてるんじゃないかなと思いますけどね。新加入の選手について、ちょっとずつでいいんで、どういった選手の、特徴というかこういった選手だなっていうのありますか。誰からいきます。じゃあ背番号の赤い方からいきましょうか、高橋大吾選手から。大吾はすごくテクニックがあって、こう
相手の守備のブロックの中でプレーできる選手なんで、すごくこう周りが生きるますし、それプラスゴール前に入っていく感覚がすごくあって、その八戸戦で2点ん3点に絡んでますし、そういうサイドからこうゴールに絡めるっていうのは、その前半戦サイドハーフの得点とかアシスト少なかったんで、それはこうすごくチームにとってプラスになってるなっていう感じがありますね。じゃあ次は椿選手は、椿は俺がマリノスにいるときに、もう結構練習とかも来てて、そうなんですね、高1だったと思うんですけど、あすごいやつがいるよみたいな、で結構知ってて、で高校年代でも日本一になったり、マンチェスターシティに留学行ったり、なんかこう、まあ、言ったらエリートっていうか、まあ、本当将来を期待されている選手で、まあ、レフト戦を見れば分かる通り、ものすごい才能を持った選手なんで、でもじゃあなんで J1 で出れなかったのかっていうところで、その課題を今北九州でこう克服しようとしてますし、ああいう一発ドリブルとかゴールを取り切る力のある選手がいるっていうのは、もうチームにとってはすごくプラスなことなので、まあ好きにやってほしいなと、好き勝手やって自分のために、自分が成長するためにギラバン月田九州での時間を使ってくれれば、それがチームのためになるかなと思うような、本当に才能のある選手だと思います。そういった才能のある若い選手が、はい、この成長していく過程をこう先輩として見ていくのもちょっと面白いというか楽しみな部分もあるんじゃないですか。 その成長のスピードに負けないぐらい僕も成長したいなって感じです。そうですね、はい、最後になります。北川選手はいかがでしょう。もう点を取ることに特化した選手じゃないですか、なんか全部がゴールに直結するようなギラギラ感はがありますよね。見ててもなんかうまくやろうなんてなく、どんな形でもいいからゴールに入れたいみたいな、そういう意欲が練習中から強くて、フォワードの選手って感じがしますもんね、はい、すごく、はい、まあ、結果も出てますしね、はい、一番大事なのは数字だと思いますから、それを出してるっていうのはすごいですし、もちろん積み重ねてきたチームの土台があってこそなんですけど、その3人とも、でもやっぱり来てすぐ試合に絡んで結果を出すっていうのはすごいことなんで、すごいことだと思うんで、それに負けないように既存の選手を頑張ったりして、こうより成長をこの時期だからこそ目指してやっていくことがチームを停滞させない重要なことだと思うんで。じゃあちょっと先ほどですね、はい、非常に練習もまたこう疲れることも増えているということをおっしゃってましたけども、はい、じゃあその疲れた体をこう癒すために何かやってることありますか。最近はスパ巡り。スパ巡り、あえてスパ。スパっすね、はい、温泉じゃなくて温泉っていうか、はい、スパかっこつけてますね。いやなんかこうちょっとほら田辺選手はもともとやっぱり都会の方だなっていうのがあるんで、そのカッコつけてても嫌味がないんですよね。いやでもスパ行こうとか言いません？お風呂行こうって言います？みんななんか温泉行こうって感じで言ってますよね。スパ行くって感じだったんですよね。っていうのは、はい、横浜にいる時に、はい、俺よくしゅんさん、中村俊介さんと一緒に行ってたんですよ、家が近くて。でもう練習終わったらずっといろんなスパ行くんですよ、はい、あの人、はい、で最近こう季節の変わり目だったりすると
ちょっと体だるくなったりするじゃないですか、はいはい、そういう時にこう交代浴したりするとすごくこう神経が休まったりこうスイッチが切り替わっていいって聞いたんで始めたらすごい体調良くて、なんでスパ巡りです。じゃあの中村俊輔選手からこう、そうです、師匠なんです、はいはい、じゃあちょっと皆様にもこの季節ちょっと体調がねついていかないっていうの多いと思うんで、はい、おすすめですね、はい、じゃあのあえてスパ巡りを今ちょっとやって、はい、スパ巡りですね、体の体調とか整えて、いや、はい、あのリラックスしてると、はい、うん、割と遠くまで行かれたりするんですか。そうですね、いろんなところに行こうと思ってます、うん、今。あ、知らないところにもチャレンジしていきたいと。そうです、だから昨日行ったところもすごい良かったんですけど、じゃあ今日あっちにしようかなとか、あ、ちょっとお気に入りのスパを見つけて、はい、なんか嬉しそうですね。回数券買おうかなって感じですね。良かったですね、でもお気に入りが見つかって、はい、いや俺あのスパお風呂だと、はい、食事取れないところもあるじゃないですか。 ありますね。スパはだいたいお風呂あって食事あって、はい、で休憩するところあるじゃないですか、はい、枕あって漫画があるみたいな、そこが大事なんですよ。お風呂だけじゃなくてお風呂の後も含めて、そう、お昼ご飯食べて、はい、お風呂入って、はい、休憩所で休んで、はい、で最後またお風呂入って帰るんです。それがフルコースなんですね。それがスパ。ああの、ただお風呂入って帰ったりじゃないんですね。それが俊さん流の楽しみ方、スパの楽しみ方なんですね、はい、じゃ あの中村俊輔選手と同じ楽しみ方をしたい方は今、そうそう、高橋隆選手が紹介してくださった方法で、あ、でも順番は食事、スパ、休憩、スパ、帰るでもいいですけどね。あ、まあ、2回は行きたいねっていう、あの2回入ってこそスパだと、挟んで、あ、なるほど、サンドイッチ方式で、はい、スパは必ず2回と、はい、お風呂は1回じゃないという、ね、そうそうそう、あの皆さんその方ぜひ取り入れて、はい、いただきたいと思います。なんかの話も尽きないんですが、一応時間の制約がございますので、はい、早くスパにも行きたいところだと思いますので、そうですね、じゃあ最後にですね、後半戦このあと非常に緊張感といいましょうか、はい、プレッシャーのかかる試合も増えてくると思いますが、はい、まあ、意気込みなどをですねファンサポーターの皆様に伝えていただければと思います、はい、そうですね、まあ、さっきも言いましたけど緊張感が増えてきたりこうプレッシャーかかってきてますけど、成長することを忘れずにやるっていうのが大事っていうのは、まあ、監督も言ってますし僕もそう思うんで、どっかでこう調整に入っちゃったりするとチームは一気に停滞しちゃうと思うんで、こういう時こそよりうまく強く速くなるために練習を頑張る、その練習の延長線上にしか試合がないと思うので、その体調管理とか気を配りつつそういう風な流れで最後の試合まで臨めればいいかなと思います。はい、ありがとうございました。本日は高橋拓也選手にお話を伺いました。